一切の関与を否定した会見から30分経たず、大谷はグラウンドで手術後初めてのキャッチボール。公の場では初めてで、15メートルの距離で、5分と8分にセットを行った。時折笑顔も見せており、会見で、今シーズンも本格的にスタートするので、弁護士にお任せして、警察に全面的に協力したい。気持ちを切り替えるのは難しいがお話できてよかった。質疑応答はしませんが、さらに進んでいきます。と語っていた通り、二刀流復活への意欲を示した。笑顔も出たなら、少しはスッキリしたんだね。よかったよかった。大谷くんも話したかったって言ってたしな。これでまだ疑わしいとか話を作ったっていうバカがいてもほっとくわ、というか許さねえ。やっと言葉にできて少しホッとしてる部分もあるのかな。野球に集中するためにオフに結婚も発表したのにな。こういう時体を動かすのはいいことだよね。うん。本人不在で送金が可能だった理由がわかれば周りも静かになりそうだけど、まだ言えない理由があったのかな。悲しくショックという表現以外に怒り憤りもあると思う。人間だもの。そんな環境なのにプレーに集中しようとしてるのはマジですげえわ。思っていた通りの大谷選手だったのでホッとしたわ。送金をどうやってしたかがわからないが、だから警察行きなんでしょう。胸中をどれだけ察しても我々一般人は愚か。一流のスポーツ選手とは何もかも違う次元のいる大谷の胸中はわかるものじゃないよな。そっとしてあげてほしい。